ガーベイの三への感受、そして黄金色のたてがみを持った黒いユニコーンの郷愁、立て続けに降りかかった情勢に疲弊しきり昏睡の渦に引き込まれたバナージ・リンクス、その意識が奈落の暗黒からようやく目覚めた時、ユニコーン・ガンダムはラー・カイラムのモビルスーツデッキに収容されていた。まるで傍らに屹立する漆黒の機体と対をなすように。RX-0 ユニコーン・ガンダム2号機バンシー、最も完成されたユニコーンといえるこの機体は NTD 以外の余計なシステムを一切持たず、純然たる対ニュータイプ用兵器として機能していた。その機体と同様、無機質な表情を見せる専属のパイロット、プル12の適性もすでに完璧といえる状態である。その姿には彼女がマリーダ・クルスであった頃の柔らかな印象はどこにも感じられない。回収されたラー・カイラムの艦内にて、自身が置かれた状況と周囲の事象を察したバナージは、ラプラスプログラムが新たに開示した情報をブロックする。バンシーと共に船に乗り込んでいたアルベルト・ビストが聴取を行うも、彼はラプラスに関わる情報を一切口にせず黙秘を貫いた。そんな聴取室と独房扱いの士官室を往復する日々のバナージの前に、とある人物が接触する。バナージ君、ちょっと話がしたい。いいかな。あなたは？ブライトノアだ。このラーカイラムの艦長を務めている。尋問官の手を焼かせているようだな。機体ともどもだんまりというわけか。技術スタッフが頭を抱えているよ。誰にも見せちゃダメなんです。あれを誰かに知られたら、またその場所が戦場になって多くの人が死ぬ。ロニさんだって。そのことはそのまま黙っていればいい。あの偽装貨物船を脱出してきたのか。脱出っていうのとは違います。送り出してくれたって思ってますから。あんな作戦、キャプテンだって納得してなかったんです。そうだろうな。あの船の動きにはそんな気分があった。君は捕虜として扱われてはいなかった。自分の意思で行動する自由があったということか。それはそうです。連邦の人たちが言うような敵っていう感触は持っていませんでした。なぜかな。俺は軍人じゃありませんから、敵味方っていう人の区別の仕方には馴染めないし。でもそんな必要もない空気があの船にはあったんです。そうか、よくわかった。ありがとう。諦めるなよ。君の目には力がある。困難を糧にできる強い目だ。諦めずにいれば必ずチャンスをものにできる。そんな力俺にはありませんよ。全部偶然なんです。ユニコーンに乗ったのも、ここでこうしているのも。本当にそうかな。その時君の目の前にガンダムがあったことは偶然かもしれない。これまでガンダムに乗ってきた者たちも皆そうだった。だがガンダムに乗るかどうかは自分で決めたことであって偶然ではないはずだ。違うか。その時君にガンダムに乗る決意をさせたものは何だ。助けたい人がいるんです。オードリー・バーン、みんながミネバザビって呼んでいる女の子です。オードリー・バーン、本名をミネバ・ラオ・ザビと呼ぶ少女。彼女が生涯背負い続けてきた世界の重さ、その重みを共に背負う覚悟。実の父親と最後の開口を果たした時、バナージ・リンクスは確かに答えたはずだった。彼女に必要とされたいというその一心を、その瞳に宿る強靭な意志に
ブライト・ノアはかつてガンダムに乗り込んだ少年たちと同じ力を見ていた。この力が体制に大きな影響を与えたという歴史はない。しかし、硬直した世界に変化をもたらしてきたのは、いつの時代も心で応答しようとする若い意志の力だった。少年たちが内に秘めた可能性の輪廻が書き消えぬよう、オールドタイプとして大人の代表として彼らの背中を見守りつつ、自らの責務を果たそうとする。それはホワイトベース時代から続くブライト・ノアの星回りなのかもしれない。笑うなよ。あの子の直感にかけてみるさ。アムロ・レイの遺影は何も語らず、あの頃と変わらぬ表情を往年の戦友に向けるのみだった。空と星と、Thank you.
マスターはパイロットとコクピットが確保できればいいと言った。目を覚ましてくれ。あなたとキャプテンが敵同士になるなんて絶対にあっちゃいけない。私はフル・トゥエルブ、マスターはアルベルト・ビスト。違うよ、あなたはマリーナさんだ。あなたのキャプテンはガランシエルのジンネマン大尉だよ。思い出してくれ、あなたとキャプテンはあんなに信じて支え合って。うるさい、私を惑わすな。みんな消えてしまえ。黙れ。本気なのか。憎しみや怒りが生きる意味なんて悲しすぎる。戦い合わないと世界が変えられないのか。うわ、無駄な抵抗。私を救ってくれる光、誰にも奪わせはしない。違う、これは違うよ。これは危険な光だ。ガンダムは敵。ダメだユニコーン、引っ張られるな、こらえろ。
敵、倒すべき敵。やめてくれマリーダさん、お願いだ、正気に戻ってくれ。いちいち頭に響く声を出す。頭が痛いのは本当のあなたが抵抗している証拠だよ。完全に制御している。あの子がこんな風に。あの子マリーダなら聞け。俺だ、ジンネマンだ。なんだ、ジンネマン、マスター。財団の奴ら再調整しやがったな。マリーダ、戻ってこい。お前が戻ればみんな元通りだ。マスターは、私のマスターは。戻ってこいマリーダ、一緒に空へ帰るんだ。マスター、俺と来い。俺を一人にするな。私は、you
長より達する。諸君も知っての通り、我々はラプラスの箱をめぐる暴義に巻き込まれ、他ならぬ地球連邦軍から追われる身となってしまった。この共同戦線は我々の置かれた理不尽な状況を脱するために必要な選択だった。これは服従ではない。またネオジオンの諸君にも本館に進駐しているつもりはない。生き残るには今は彼らと行動を共にするしかない。各員とも警挙モードはくれぐれも慎んでもらいたい。以上だ。ご協力に感謝します。ああは言ったが、無論私にもジオンに組みするつもりはない。たとえ友軍に弓引かれてもな。あんた方にラプラスの箱を渡して地球圏を再び騒乱に巻き込むな。もってのほかだ。かといってこの船には他に生き延びる道がない。おとりになったガランシェールにおびき出されて、ラーカイラムは今頃ルナ2方面にいるでしょう。向こうが転身したところで合流できる頃には目的地に着いてしまっています。目的地、暗礁中域の真っ只中か。ルーム戦役の名残をとどめる暗礁中域、人類の闘争の足跡をたどらせ、人が箱を手にすることの意味を伝えようとしているのだとすれば、最後のポイントがそこに設定されていたとしてもおかしくはない。あんたらユニコーンのデータを傍受していたんだろう。正確な座標をもう知ってるんじゃないのか。暗礁中域ということまでは分かっていますが、そこから先は傍受できなかった。なぜだ。ユニコーンがそれを拒んだからでしょう。バナージ君という乗り手を得て、あれは当初の仕様になかった性能を発揮しつつあるようだ。まずはラプラスの箱を手に入れることを考えましょう。箱はあなた方にとっても延命工作の切り札になる。バナージ君もそれは分かっているはずです。いずれ。そういうあんたは箱を手に入れて何をしようって言うんです。シャアの再来と呼ばれる男が単純にジオン再興を目的にしているとは思えない。そろそろ腹の内を明かしてもらいたいもんだな。私も聞きたい。ん？聞かせてもらおう。フルフロンタル大佐、お前の本音を。いいでしょう。私たちスペースノイドが欲しているのはまず自治権の確立です。連邦はこれを決して認めません。認めた瞬間に主従が逆転してしまうことを知っているからです。理由は明白です。現在の地球圏の生活はエネルギーも食料も経済活動そのものも7つのサイドと月があるからこそ回っている。地球という惑星単体ではもはや20億のアースノイドの口も賄えないのが実情です。対してスペースノイドは地球を切り離しても十分に自活することができる。ジオン大君はこの事実こそ武器にするべきでした。しかし彼は優れた思想家ではあっても政治家ではなかった。ジオンの理念をねじ曲げ独立戦争に利用したザビ家にしても、2度にわたるネオジオン戦争にしても同様です。自分たちの存在を認めさせるという発想を捨てない限り連邦との戦いに勝利はない。月と7つのサイドの連携を強化し、中央を間引きした経済圏を確立する、すなわちサイド共栄圏の建設。各サイドが経済協定を結び地球を排斥すれば、地球は経済的に何の価値もない田舎になり果てる。連邦政府も立ち行かなくなるでしょう。そのまとめ役たりうるのは唯一ジオン共和国だけです。連邦の傀儡とはいえ、あそこには曲がりなりにも認められた自治権がある。問題はその自治権返還期限が
4年後に迫っているということです。共和国が元のサイド3に戻り、地方自治体以上の活動は許されぬとなったら、サイド共栄圏へ至る流れも生まれなくなる。そんな時に届いたのがラプラスの箱を譲渡するというビスト財団からの申し出だったというわけか。はい、カーディアスビストが我々の計画を知っていたとは思えませんが、時期的に見て共和国の解体で連邦体制が硬直するのを嫌ってのことだったのでしょう。共和国解体に合わせて連邦がジオン根絶を期しているのは周知の事実です。ニュータイプ神話の破壊装置ユニコーンガンダムが体現する通り、大佐が箱を使って手に入れようとしているのは時間。連邦を脅し共和国の解体を引き延ばした上でサイド共栄圏とやらを作る糸間を稼ごうというわけだ。おっしゃる通りです。聞いてしまえばつまらぬ話だ。連邦を蚊帳の外に置いたサイド共栄圏の構築、変わろうとしないものに変われと要求するより無視してしまえばいいという、人類の革新を夢見たジオン大君の理想からは遠い、地球を人の住めない星にして人類を残らず空へ上げようとしたシャアの狂気、熱情からも程遠い。お前は本当にそれでいいのか。お前の言うサイド共栄圏が実現した時、アースノイドは地球の再開発を加速させるだろう。自分たちだけで経済を賄うために、それは西暦の時代の再現だ。貧困の中で育つことになる新しい世代がやがてスペースノイドへの仕返しを目論むことだってあるかもしれない。かつてジオンが一年戦争を引き起こしたように、調和も革新もなく弱者と強者が立場を入れ替えながら続く未来、再び人の前に立つと決めた男がそんなことで。姫様の気持ちはお察しします。いい悪いという問題ではありません。それが人の世だということです。器は考えることはしません。注がれた人の総意に従って行動するだけです。全人類を生かし続けるために。なんだか他人事みたいだ。ん？自分たちの今後を語っているのに、あなたの言葉には他人事みたいな冷たさを感じる。ユニコーンガンダムを包み込んだあの光、あれは暖かかった。俺が知ってるみんなの思いが重なり合ったような、あんな可能性が人にあるのなら。同じ光を私も見た。もっと大きな光をだ。サイコフレームを媒介に、おそらくは地球圏の全人類の無意識を集積、物理的パワーに転化したのであろう光。小惑星アクシズを押し返したサイコフィールド。アクシズショックだが、それほどの可能性が示されても人は変わらなかった。現状を維持するためなら可能性さえ葬る、それが人間だ。我々はその現実の中で平和と安定を模索していくしかない。君が言う可能性というやつは争いを引き起こす毒になることもあると自覚した方がいい。私が知っているシャア・アズナブルは本当に死んだな。インダストリアルセブン、そのコロニービルダーたるメガラニカ、そこがラプラスプログラムが示した最終座標だ。ほう、オードリー。その少年には荷が重い。
ち止まってはいられない。
合だな。終わりにする。
ぜ大佐のお考えを理解しようとしない。
イプ。それは若さが生む一過性の力だ。永続はしないし、対極を覆す力にもならない。それでも人は響き合える、分かり合えるんだ。あなたにもそれが分かるはずだ、フルフロンタル。ユニコーンはどこだ？嘘でしょ、リリー少尉。あなたは黙れ。リリー少尉、どうしてお前みたいな子供がニュータイプだとおだてられて、事態を引っかき回して許せないんだよ。
んな絶望の中にも希望は生まれる。バカな！作敵班は何をしていた？この俺が貴様の時に！これで終わりだとはな。